カルロエマヌエーレ3世は、サルデーニャ王国の第二代国王。ビットーリオ・アメデオ2世と、ヒアンナ・マリーア・ドルレアンスの子。カルロエマヌエーレ3世1701年、トリノで、サルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオ2世の次男として生まれた。兄のビットーリオ・アメデオが1715年に、天然痘で死去したため後継ぎになった。1730年、父が、 精神疾患により退位すると、サルデーニャ王になった。翌年に、父が福井しようとしたためリボリ城に遊兵した。ポーランド継承戦争では、フランス側のスタニスワフレシチニスキを支持し、ロンバルディアを占領した。しかし、スペイン王フェリペ5世が参戦の代償に、ミラノ公国の領有を要求したためこれに反発し、交渉は紛糾した。フランス・スペイン・サルデーニャ連合軍は、 マントバを無事占領したが、結局フェリペ5世の要求が通り、1738年のウィーン条約でサルデーニャはトルトーナヤのバーラを獲得するにとどまった。オーストリア継承戦争では、オーストリア側で参戦し、フランススペイン連合軍を相手に苦戦したが、1746年以降はオーストリアの援助もあって盛り返し、また主戦場がネーデルラントに移ったため無事勝利した。 アーヘンの和訳で、サボは、ニースを取り返し、さらに、ビジェーバの燃えた。その後は七年戦争への参戦を見送って内政に、徹し、相次ぐ戦争で荒廃したサルデーニャは、軍隊や、サッサリ大学、カリアリ大学などを再建した。1773年に、トリノで没し、コロビットウリオアメデオ三世が大いを継いだ。1722年、プファルツズリッツバッハ公。 テオドール・オイスタフ派の娘アンナ・クリスティーナ・ルイーザ・デル・パラティナ・ーウト・セルズバックと結婚した。夫の即位前に死去したため、王妃にはなっていない。ビットーリオ・アメデオ・テオドロ1724年、戦災アンナ・クリスティーナ・ルイーゼの10枚で、ヘッセン・カッセル・ケ・ボーのヘッセン・ローテンブルク、ヘン・キョハク・エルンスト2世、レオポルトの娘ポリッセナ・ダッシア・ローテンブルグと再婚した。 ポリッセナは1735年に死去した。ビットーリオ・はメディオ・サンセイ・サルデーニャを、エレオ・ノーラ・マリア・ルイーザ・マリア・フェリーチタ、エマヌエレ・フィリベルト・カルロ・フランチェスコ・ロムアウド1737年、ロレーヌ公、レオポルトの娘で、母方の十枚にあたるエリザベッタ・テレーザ・ディ・ロレーナと再婚した。エリザベッタは百四十一年に死去した。カルロ・フランチェスコ・マリア・ビットーリア・マルゲリータ・ベネデット、 しゃぶれこう、ありがとうございます。